さあパパこれ何買ったでしょうか。ラジコン。違いますね。ヒント、マーティーと関係があります。マーティーがね、うん、毎晩毎晩ね、ドクはどこにいるの、ドクはどこにいるのって、ホヤイズとホヤイズとパパの夢の中に出てくるの、うん、マーティーが、マーティーが、マーティーでしょ。であとデロリアンがあります。あとなんか足りないもの1個あるよね。わかった、ね、マーティーがおじさん。お、鋭いね、カズくん。マーティーはおじさん。ん？おじさん。違うよ、ほら、マーティーともう一人いるじゃん。あ、おめでとう。ウェイズドーク、ウェイズドーク。マーティーがいつもいるんだけど、出てくんの。じゃ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 ん。じゃ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 ん。お、箱かっこいいよ、箱かっこいいよ。ねえ。ねえねえ、ほらほらほら、怪我しました。ででででで、豪快に怪我しました。でででで、お、なんでしょう、どうなってんだろうね。ウソです。おー、エメット・ブラウン、ドッグ、ドッグ。わ、おじさん。ドッグだ、おじさんだ。アマゾンのタイムセールでちょっと安かったからね。うわ、前から狙ってたんだけど、ね、2万円ぐらい、2万ちょっと。だってこれないとかわいそうじゃん、マーティーが。それならさ、ウルトラサンムーンのダブルパックが2個買えるやん。いりません。エメット・ブラウン、毒です。毒？はい、毒です。ドクターの毒。ああ、はい、感じで、はい、頭、おお、はい、よし、はい。そんで付属品は、あー、これなんかマーティーの新聞やね。あ、結構よくできてます。新聞と、あとなんかあれか、サングラスやね。サングラスみたいなやつと、うーん、なんだこれ、いろんな時代のお金を入れてるバッグかな。なんか塗装がちょっといまいちかな、わざとかな、わざとっぽいのこれは。そんで、わ、時計だ、時計が2つ、2種類の時計。これなんだこれ、なんかジョイントみたいのもあるね。これなんだこれ、なんだこれ、あれか、なんか眠らすやつだっけ。あとこう台座もついてるね。台座もついてるね。これ当時のパンフレットで、こいつだね。こんな感じだね、こんな感じにしたいと思います。マーティーとドクをちょっと後ろの方に配置して、こんな感じにしたいと思います。